おやおやおや、それを誰に渡そうというのかね。な、何言ってんの二人とも。ギリだよギリ。誰に渡すかも決めてないし。俺はてっきりこの男に渡すのかと。許してください。天才的演技で本心を隠し続け、コロ先生にすら悟らせなかったあのカヤノちゃんが、あのキス以来渚への本心をまるで隠せずに縮こまっている。こいつらをくっつければ二人まとめていじり倒せるおもちゃの完成だ。